い、どうもディオ女子チャンネルです。やってきました、第22節ホーム甲府戦。早くも J2 折り返しというね。いやー、ここまでの体感速度マジで1ヶ月くらいでしたよ。ここまで来るとかなりそれぞれのチームの状況とかスタイルっていうのはもうはっきり見えてきましたよね。そして試合に話を移しますと、前節岩手戦から中2日、一方甲府は約1週間ぐらい空いてるのか。中2日ですからね、山形の場合は。社長もインスタに投稿してましたけど、かなり選手の皆さんはね厳しいと思います、体力的にも精神的にも。ですがここはね、なんとか踏ん張ってもらって、勢いを持って来週に臨みたいところです。ではそんな後半戦の1発目、両チームにとって大切な甲府戦プレビューいきたいと思います。どうぞ。それでは甲府戦プレビューやっていきたいと思います。まずは近況から。昨シーズンは J2 で3位、今シーズンは勝ち点27で13位となっています。3年間でそれぞれ5位、4位、3位と常にチームを上位へ導いていた伊藤監督が退任した甲府。新たに指揮官に就任したのは山形でもおなじみ吉田達磨監督だったんですが、ここまでは少し苦しんでいる印象です。序盤戦をなかなか勝ちきれず、一度は4連勝を記録し復調かと思われたのですが、現在も7戦勝ちなし。ここからもう一度チームを軌道に乗せるため、そしてなかなか勝てない状況からの脱却へ、勝利必須の山形戦、注目が集まります。続きまして甲府戦のキーポイント、今回も3つ紹介させていただきます。1つ目、前回対戦時から進化した攻撃的な変則3バック。まず最初に甲府の攻撃についてなんですけど、山形との前回対戦時とは少し形が変わっています。というのも、前回は昨年までの戦い方、伊藤監督の戦い方をベースに戦ってきました。具体的に言うと、センターバックの真ん中の選手が立ち位置を変えることによりフォーメーションが変化する、いわゆる可変システムですね。これが伊藤監督流の戦い方だったわけですけど、前回と今ではかなり甲府の攻め方、イメージとしては変わりました。守備時と攻撃時で形が変わるのは共通なんですが、キーとなる選手が3センターバックの右、須貝選手なんですよね。説明させていただくと、攻撃時にディフェンスの3枚がそれぞれ右に1個ずつずれるんですよね。そして須貝選手は高い位置を取ると。お分かりでしょうか。要は野澤選手と村上選手が2枚でセンターバックみたいな立ち位置になって、須貝選手がサイドバックみたいな形になるんですよね。これが非常に面白いですし、須貝選手本当に強烈です。普通に4バックのサイドバックみたいに、そんくらい高い位置を取ってきますし、もうガンガン前に来ます。ちょっとね、6月5日岩手戦前の情報にはなるんですけど、須貝選手センターバックでの出場にもかかわらず、スルーパスを受ける回数がなんとリーグ5位となっています。もうほぼね、データ的には前線の選手なんですよね。もともとサイドアタッカーのタイプですので攻撃力が持ち味ではあるんですけど、そんな須貝選手をセンターバックの一角として配置して、変則的な3バックで長所を殺さずに落とし込むっていうね、これは吉田監督非常に素晴らしいと思いますし、注意が必要です。2つ目、幅と縦の使い方、縦パスがテンポアップのスイッチ。お次も甲府の攻撃についてなんですけど、幅と縦の使い方はとてもうまいですね。
幅を使って相手を広げさせ、そこから縦に打ち込むくさびのパス、素晴らしいです。もちろん状況や相手にもよるんでしょうけど、かなり積極的に縦パスは狙っている印象ですし、あとその縦パスの後もいいんですよ。この縦パスがスイッチとなり、プレーのスピード、テンポ、それぞれのギアが一つ上がります。例えば2タッチとかで下で繋いでいて、前に縦パスを入れた瞬間、そこからいきなりダイレクトパスで崩し始めたりとか、こうリズムが変わるんですよね。甲府は前線に収まる選手もいますし、スペシャルな選手もいるんで、テンポの速い崩し、リズムの速い崩しでもかなり精度高く行うことができています。山形としてはまず縦パスを簡単に入れさせないこと、仮に縦パスが入ってもそのリズムの変化に惑わされず落ち着いて対応することが求められます。3つ目、山形相手で守備のやり方に変化はあるのか。お次に甲府の守備についてなんですけど、フォーメーションも含め守備のやり方という点については前節岩手と結構近いのかなと。一つ違うのは、前回の甲府戦プレビューでも紹介した通り、ボランチもね、積極的に前にプレスをかけてくるという点です。で、ここで大切になってくるのは、甲府が山形相手に守備のやり方を変えるかどうかだと思っています。というのも、山形サポならご存知の通り、うちはね、ここ数戦相手の前線からのプレスに苦しめられ、満足にビルドアップできていない状況が続いているじゃないですか。甲府が、それこそ岩手とかを参考にして前から行くぞと、センターフォワードとツーシャドウではめながら積極的にプレスをかけてくるのか、はたまた、ここまでこれまでの守り方っていうのを貫いてきて、ある程度ツーシャドウを広げつつミドルサードぐらいまではボールも出してくれるのか、このどちらなのか、ここはもう本当に大きなポイントですね。山形的には絶対に前者、甲府のワントップツーシャドウで山形のディフェンダーに当ててくる方が嫌なんですけど、それができるかどうかっていうのは所属選手の個性、守備能力や運動量にもよるんで、チーム的に言ったらどっちにするのかっていうのは分かれるところだとは思うんですよね。いずれにせよ、甲府が山形相手にどのような守備をしてくるか、これは今後の山形にとっても絶対見ておくべきものなのかなと思います。続きまして、ヴァンフォーレ甲府のキープレイヤー、今回も3名紹介させていただきます。1人目、ゴールキーパー1番川田光平選手。キャリアのほとんどを甲府で過ごす34歳のベテランゴールキーパーです。ここ最近の川田選手、マジ半端ないです。相手の決定的なシーンをバッチリ防いでいます。間違いなく川田選手じゃなきゃ落としている勝ち点ありますよね。で、なぜ34歳とベテランでもあれだけ止めれるか、実は川田選手流の反射神経を鍛えるトレーニングのおかげなんですね。トレーニングの内容としては、至近距離からテニスボールを打ち込まれてそれを止めるというもの。近い上にテニスボールってボールもちっちゃいじゃないですか。だから体感速度がね、かなり上がるそうで、その場にいた三平選手もすごいとおっしゃってましたね。独自のトレーニングで年齢を感じさせないセーブを連発する川田選手、注意が必要です。2人目、ミッドフィルダー41番長谷川元輝選手。前半戦に続きご紹介になるんですけど、やっぱこの選手はスペシャルですよ。得点という面では、序盤の量産体制から少し失速気味というか、最近ゴールは取れていないんですけど、1試合あたりの平均チャンスクリエイト数はリーグ1位、攻撃面において絶大な貢献をしています。というか、惜しいシュートとか枠に弾かれるシュートめちゃくちゃ多いですし、アシスト未遂っていうのも結構あるんですよ。だから少しついてないというかね、本当はもっと数字残せててもおかしくない選手だとは思います。長谷川選手を自由にやらせてしまうと、あっちこっちでいろんなところでボールを引き出されてスルッてターンされて、えげつないスルーパスとかシュート飛んでくるんでね、まず甲府で最初に抑えなければいけない選手、長谷川選手、注意が必要です。3人目、ミッドフィルダー
27番小林岩菜選手。甲府の下部組織から専修大を経て再び戻ってきたプロ4年目のプレイヤーです。いくつかの負傷の影響でここまでの3年間は8試合のみとなかなか出場機会をつかめずにいたのですが、今年は完全復活。今シーズンここまで13試合出場とキャリアハイを更新中です。僕は今年が今シーズンが終わる頃にはこの小林選手に対する評価グッと上がっているんじゃないかなって思っていて、今のうちから注目するべき選手だと感じております。小林選手の最大の武器は左足から放たれる高精度なクロス、ピンポイントな場所にこう曲げて落としてくるんですよね。また先発としてだけでなく途中出場からでも流れを変えられる選手なので、どちらにせよ山形からすると脅威なのは間違いありません。小林選手注意が必要です。まあここまでお話ししてきて不安になられた方多いと思います。確かに甲府は今節すごい思いを持って臨んでくると思いますし、いい選手大変多く揃っているので、正直モンテディオ山形大丈夫です。今回モンティド山形注目選手甲田選手選ばさせていただきました。前節のねプレーを見ちゃうと期待せずにはいられません。かなり出場時間も短かったんですが、その中で彼がチームにもたらした変化っていうのはもう誰が見ても一目瞭然だったと思います。今節はおそらく、もちろん希望的観測も込みなんですけど、先発で出てきてくれるんじゃないかなと僕は思っております。まあ、やっぱ背番号10ですからね、周りからかかる期待もすごく大きいと思いますし、自分自身にも相当プレッシャーかけていると思うんですけど、チームがね苦しい時こそ背番号10のプライドを持ってプレー期待したいと思います。続きまして今回のミムはいないけどミムズポイントいきたいと思います。今回のミムズポイントはJリーグ初の SDGs 宣言に注目です。最近では一般的になってきた SDGs という言葉、 ND でも SDGs にまつわるイベントが開催され、まあ、僕たちサポーターにとっても身近になりつつあるものなのですが、実は J リーグの中で初めて SDGs 活動を行うと宣言したのが甲府だったんです。今回はそんな甲府が行う SDGs 活動についてお話ししていこうと思います。まずそもそも SDGs についておさらいしますと、 SDGs というのはサスティナブルディベロップメントゴールス、日本語だと持続可能な開発目標という意味で、簡単に言うと貧困、エネルギー問題、教育、差別など様々な現代世界の課題を克服するための目標を17個掲げているものです。そんな SDGs にまつわる活動を始めた甲府なんですけど、最初にロゴマークを設定しているんですね。甲府は SDGs 活動について、山梨県を代表する果物のブドウを元にデザインされていて、それぞれの粒の色が SDGs のカラー17色になってるんですよ。ちょっとね画像は出せないんですけど、可愛いのでぜひ調べてみてください。次に取り組んでいる内容なのですが、主に4つの重点ターゲットを設定していまして、それが環境、健康、教育、国際交流と。1つ目の環境では、コセエコスタジアムプロジェクトとして紙コップを廃止、リユースコップやリユース食器を導入することにより通算 76.4 トンもの CO2 を削減したとのことです。だからあれですね、新潟もね同じような感じのリユースコップでしたけど、ああいう感じですね。すごい。2つ目の健康では、シニアワクワク運動教室として地域住民の方とともに運動プログラムを実施、クラブと自治体が一体となって
地域住民の健康と活気あるコミュニティ作りに寄与できるように取り組んでいます。3つ目の教育では、ヴァンフォーレ夢の力、そして選手たちが小学校を訪問、これはモンテでも同じような活動をしているのでイメージしやすいと思うのですが、選手自ら子どもたちと触れ合いながら夢や目標を実現するために大切なことを教えてくれます。4つ目の国際交流では、海外でのサッカー教室を実施、2015年からラオス、カンボジアで行い、地元の子どもたちとサッカーを通して交流してきました。ちょっと今回は尺の都合でこれしか紹介できなかったんですけど、もうこれは本当に一部でしかなくて、この他にもたくさん豊富は様々な SDGs 活動を行っています。ちなみに豊富には SDGs 専用の Twitter アカウントもありますので、活動内容とか気になったり、あとは活動をね応援したいと思った方はぜひフォローしてみてください。豊富のように地域を代表するものとして、もっと SDGs に関心を持つクラブが現れることを楽しみにしています。以上、今回のニュースポイント、 J リーグ初の SDGs 宣言に注目でした。以上で甲府戦プレビュー終了となります。まあ、プレビューをご覧になっていただいて分かると思うんですけど、甲府はねいいサッカーしてるんですよ。で、順位も13位、山形の5位から結構離れてるように見えるんですけど、実は勝ち点差はね4のみなんですよ。つまり負けたら1に詰められると。山形からすると、あの上位3チームちょっと大きく離れていて、逆に下は迫ってきてるっていう、まあ、非常にプレッシャーがかかりやすい状況ではあるんですけど、ここはしっかり跳ね返してタフに勝利してほしいです。あとね、あんまり深くは触れないんですけど、甲府は先日少しあの大きな出来事があったんで、チームとしての状況とか雰囲気とかどうなのかわからない部分は、まあ、あるんですけど、試合の時はねそれは一旦忘れてじゃないけど、万全な甲府とやりたいっていうのは、まあ、一サポーターとしての思いです。吉田監督もね、様々な部分で、まあ、僕たちの見えないところで苦しい思いはしてきたと思うんでね、山形戦の後からまた連勝を期待してます。ではエンディングへ行きましょう。ということで、甲府戦プレビューいかがだったでしょうか。もうね、エンディングではあんまり長く喋りません。前節岩手戦引き分けでしたけど、まあいろんなことがねありましたよ。まあそれについて僕はあんまりねこう言うつもりはないんですけど、間違いなく言えるのは、みんな勝ちたいということ。こういう時こそ本当にやっぱ一つにならなきゃいけないと思うし、一丸で全員でチームサポートしたいと思います。この動画が良かったな、面白かったなと思っていただけましたら、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは甲府戦絶対に勝ちましょう。それでは